アメデオ・アボガドロ、アメデオ・アボガド口、アメデオ・アボガード口、1776年8月9日から1856年7月9日は、サルデーニャ王国、現、イタリア鳥の出身の物理学者、科学者、分子の研究に貢献し、1811年に発見した、同圧力、同温度、同体積のすべての種類の機体には同じ数の分子が含まれる、 アボガドロの法則で名高い。1809年にベルチェッリ王立大学の物理学教授を務め、1820年にはトリノ大学で理論物理学の初代教授を務めた。1776年8月9日、サルデーニャ王国、現イタリアピエモンテ州トリノに、母アンナ、アンナバースローン、サルデーニャ王国の養殖の法律家で貴族の父、フィリッポ・アボガドロ、 フィリップ・バガドローのもとに生まれる。大学では法学と哲学を治め、1796年に教会法に関する論文で学位を習得し、卒業した。その後は数年間、父と同じく法律家、弁護士となり、法律事務所を開いた。1800年頃、数学と物理学に関心を示して、研究を始め、1803年にはに、 電気工学に関する初めての論文を提出した。1809年にベルチェッリ王立大学の物理学教授を務め、大学でアボガドロは精力的に研究を進め、1811年に物質の基本粒子の相対的質量とこれらの化合比率を決定する一つの方法という論をフランスの科学雑誌に後に有名となる同圧力、同温度、 同体積のすべての種類の機体には同じ数の分子が含まれるアボガドロの法則を発表した。ただし、アボガドロの法則と名付けられたのはボガドロの死後のことであって、当時海外で全く無名だったアボガドロの論文は難解であった。ため学会の相手にされなかった。1811年から1821年にかけて全4巻からなるカバカリ物質の物理学を表す。 サルデーニャ王国の国王であるビットーリオエマヌエール一世は1820年にイタリア初の数理物理学教室を鳥の大学に設立し初代教授にアボガドロが就任した。鳥の大学では電気、毛管現象、比熱、熱膨張の研究を進めたがビットーリオの退位直後の1822年に政治的問題で教室は閉鎖されることとなりアボガドロは ごくわずかの年金を受け取った後、再び弁護士事務所を開いて、科学実験を進める傍ら弁護士の職業に戻った。1834年に、王政復古で、数理物理学教室が再開されると、再び教授となり、1850年まで止まった。研究内容は、気象学、計測学、統計学、土療法であった。なお、1848年には、 公教育会議の議員に選出された。1856年7月9日、トリノで没した。アボガドロは、生涯、ほとんど国外では無名に等しくアボガドロの業績が、再評価されることになるのは、死後から4年後の1860年のことであり、アボガドロの死の直後に表された1858年、イタリアの科学者、政治家であるスタニズラオカ・ニッツァーロの論文。 ジェノバ大学における科学理論講義概要、1860年に開催された原子量と分子量の基準がテーマとなっていたカールスウェ国際科学者会議でのカニッツアロの発表を受けて初めてアボガドロが再評価された。同温度圧のもとではすべての機体は同じ体積中に同数の分子を含むというのがアボガドロの法則の基本的な内容である。 1811年当時、物質が原子から構成されると主張する原子論はほとんど科学者に共通の認識となっていた。1803年にイギリスの科学者、物理学者のジョン・ドルトンが原子量を初めて公開しており、近代的原子論が確立された直後であった。ドルトンは一種類の元素からなる気体は原子から構成されると信じていた。 ドルトンの主張は様々な実験事実を説明できたが説明できない現象が残っていた。それは気体同士の反応であった。例えば水素二溶石と酸素一溶石を加合させると必ず水蒸気二溶石となる半前後の温度が等しい場合、ドルトンの主張に従ってこの反応を現代風に記述すると以下のようになる。 一単位の水素原子と一単位の酸素原子が結合すると一単位の水蒸気となる。これは2対1水2という実験結果と合致しない。アボガドロの主張は二つの部分からなる。まず、同単位の気体は同じ体積を占めること。次に、気体は原子ではなく同種の原子が二つ結合した分子からなるというものである。以上から反応式は以下のように変化する。 三章分子についている係数は2対1推2であり、実験結果を直接説明できた。アボガドロの最初の仮説、同単位の期待は、和1811年以前に、ドルトンも採用するなど、画期的とは言えなかった。しかし、2番目の分子仮説と結びつけることで進化を発揮した。アボガドロの法則は、例えば学校教育などで科学を、 初めて教授する、際、初年度に必ずと言っていいほど扱う重要な、基本法則である。しかし、アボガドロの法則は一見、古い仮説を組み合わせただけのように見えることもあり、発表後も重要性が理解されなかった、法則会の出身ゆえに、論文の文章が難解だったことも、一因と言われていい。アボガドロの死の直後に表された1858年、イタリアの科学者、 政治家であるスタニズラオ・カニッツァーロの論文、ジェノバ大学における科学理論講義概要、さらに1860年に開催された原子量と分子量の基準がテーマとなっていたカールスルーエ国際科学者会議でのカニッツァーロの発表を受けて初めてアボガドロが再評価された。アボガドロの着想は唯一無二でさえない。例えば電流の単位であるアンペアとして 長残るフランスの物理学者、アンドレ・マリアン・ペールは、アボガドロとは独立2813年、同様の法則を考案している。やはり再評価前には注目されていない。しかし、気体反応の法則を初めて定式化したのは、アボガドロである。摂氏0度1.0130パスカルで、1モル6.022110個の気体分子を集めると、 その種類によらず22.414リットルとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。